ただいま議場のお許しをいただきましたので質問をさせていただきます。質問に入らせていただく前に一言ご挨拶をさせていただきます。先般の森山市議会議員一般選挙におきまして多くの市民の皆様にご支援を賜り初当選をさせていただきました。このご支援と期待に応えるべく精一杯努力してまいりますので関係各位の皆様ご指導ご鞭撻をどうかよろしくお願いいたします。それでは質問をさせていただきます。土曜日を活用した教育活動に関しての考え方と取り組みについてでございます。2002年4月から完全週5日制が公立学校で導入されて以来現在も継続されております。そもそもの学校週5日制になったのはいわゆるゆとり教育の一環であり浮いた時間を個人の自主的な勉強の時間に充て自分で物事を考える力を育てることができるよう導くものでありました。しかしながら浮いた時間が本当に有効に活用されているのか私は少々疑問に感じております。私はこの当初の目的に沿って土曜日を積極的に活用し自主的に学ぶことができる機会を多く提供すべきであると考えております。文部科学省ではすべての子どもたちの土曜日の豊かな教育環境の実現に向け平成25年11月に学校教育施行規則を改正し設置者の判断により土曜授業を行うことが可能であることがより明確化されまた地域や産業界との連携により積極的に推進するために官民共同による土曜日教育ボランティア運動を推進するとされています。この森山市をより豊かにするためには子どもたちの健全な成長は必要不可欠であり今後の日本の成長も子どもたちの成長とともにあります。また土曜日の活用は親子もしくは教員と子どもといった関係だけでなく多くの地域の方さまざまな経験や知識を持っている方と連携を取り未来を担う子どもたちにこれまで以上に豊かな教育環境を提供しながらその成長を支えることを目指し多様な機会の提供できるものであります。私はこの土曜日を活用した教育活動に関して積極的に取り組むべきと考えておりますがどのように取り組まれて考えておられるのか教育長にお伺いいたします。教育長、それでは田中議員ご質問の土曜日を活用した特色ある教育活動の取り組みについてお答えをいたします。子どもたちの生きる力を育むためには学校の授業だけでなく地域における多様な学習や体験活動を充実させることは大変重要なことであると考えております。議員仰せのとおり平成25年度に学校教育法施行規則が改正され土曜日を活用した豊かな教育環境の充実を図ることについては学校の設置者の判断でできるようになり学びの幅が広げられました。土曜日の教育活動については文部科学省が全員を対象に教育課程内の学校教育活動を行う土曜授業希望者を対象に教育課程外の学校教育活動を行う土曜日の課外授業希望者を対象に
教員以外の者が学習や体験活動などの提供を行う土曜学習、この3つに分類をして定義をしております。私は土曜日における充実した体験活動は基本的には家庭や社会で担っていくことが望ましく、家族でゆっくりと過ごす時間を持ったり、スポーツ少年団やボーイスカウトなどスポーツや文化団体の活動、また自治会や地域が主催するさまざまな体験活動に参加したりすることで、土曜日を有意義に過ごしてほしいと考えております。土曜日に教育課程内の授業を行う土曜授業につきましては、本市における学校教育の現状として、年間200日程度の授業日数で国で定められた授業時数が確保されていますことから、学力補充のための土曜授業は考えておりません。しかしながら、土曜日を活用した授業以外の豊かな体験活動、地域の人材を活用した学習活動については、より幅広い視野で子どもの学びを捉えることであり、また子どもたちにとってかけがえのない学びの機会でもあることから、大切にしていかなければならないと認識をしております。森山市の小中学校では、土曜日を活用した課外授業として現在次のような取り組みをしております。例えば小学校では声楽アンサンブルの鑑賞教室、親子体操教室や陶芸教室を実施したり、ゲストティーチャーによる理科実験教室などを実施したりしています。中学校は親子清掃活動や各部活動に取り組んでおります。また森山市では社会教育として、自治会や地域で活動されている団体が連携して、子どもたちにさまざまな活動の機会を提供いただいております。子どもたちにとって大切な学びの機会であるこうした土曜日の活動は、学校の授業だけでは得ることができない豊かな体験活動や、地域の人たちとの関わりの中で得ることができる多様な知識など、自ら考え判断し行動する力や他人への思いやりなど、子どもたちの生きる力を育むためにかけがえのない学びの機会であると考えております。子どもたちには自分の興味関心に応じて土曜日に設定されているさまざまな活動の中から選択をし、意欲的に活動に取り組み、幅広い学びをしております。今後も教育委員会としましては、子どもたちが参加できる豊かな学びの場の周知に努めてまいりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。以上、答弁といたします。3番田中久人君、よろしいですか。はい、以上。3番田中久人君。ご丁寧なご答弁ありがとうございました。教育庁の答弁中にありました、文科省が示している定義の3つ目、土曜学習について再度お聞きしたいと思います。私は各種団体や多様な知識や経験を持っている地域の方との連携を取って土曜日の教育活動を行うことは、地域で子どもを育てる地域教育という観点からも非常に有効であると考えております。社会教育として取り組む土曜日を活用した教育活動について、現在市内では具体的にどのような取り組みがなされているのか、また教育庁はさらに今後についてどのようにお考えておられるのかをお聞かせください。教育長。はい、それでは田中議員のご質問にお答えをいたします。現在森山市では自治会館を主な活動の拠点として悠々ホリデークラブ事業を推進しております。この事業はふるさとを知る体験や環境美化学習など、子どもたちの生きる力を育むとともに地域の教育力の向上に資することを目的とした事業でございます。他にも
小学生を対象として科学実験やものづくり体験に取り組むエルセンター子ども体験教室の開催や和で輝く自治会応援報奨事業として取り組んでいただいております昔遊びの伝承や伝統行事への参加など多くの学びの機会を設定いただいております。また各種団体において展開されております子どもの体験をテーマにした事業などには共催や講演という形で教育委員会としましても支援をさせていただいているところでございます。地域や関係団体等ではこのような多くの学びの場を提供いただいているところでございますので今後も子どもたちが地域社会において多くの人と触れ合いながらさまざまな経験ができるよう市民の方々に広く紹介をしていくことに努めてまいりたいと考えております。以上、答弁とさせていただきます。